江戸彼岸は、バラカ桜族の桜。日本に自生する10もしくは11種ある桜族の、基本野生種の一つ。彼岸頃に花を咲かせることから彼岸桜。葉より先に花を咲かせることから、葉がないとの言葉遊びから乳桜の通称もある。樹高は30メートルを超える高木で、樹形は、傘状。一樹先の少林の花を咲かせ花色は、淡紅色。 葉は楕円型で長辺が5から10センチメートル。花中規部、小花柄、傭兵などに毛が多く、学頭が丸く膨らむ壺型である。東京での花器は、名前の通り春の悲願頃の3月中旬で、染めいよしのより早い。葉が展開するより先に、大量の少林の花が咲くため見栄えが華やかである、ことが特徴であり、この大量の花が葉が展開するより先に咲く特徴が、 ソメイヨシノや、しだれ桜やヤイベニしだれに受け継がれている。また、成長は遅いが幹が硬く、節外や不具合に強く腐りにくいためか、桜の中では最も長寿であり、巨樹に育ちやすいのも大きな特徴であり、長寿主としてはこれに山桜が続く。そのため長寿な巨樹の一本桜が多く、一例として、樹齢2000年長の熊代桜、 樹齢1500年長の薄墨桜、樹齢千年のたるみの大桜、樹齢300年越の石割桜などが有名である。また、江戸悲願の栽培品種のベニシダレである樹齢千年長の三春滝桜、江戸悲願と山桜の主観雑種のカバ桜である樹齢800年の石戸カバの桜も、江戸悲願の長寿の特性を受け継いでいると考えられている。江戸悲願は長寿な分、 発芽してから花が咲くまでに時間がかかり、樹高が10メートル程度に育って初めて花をつけ、場合によっては、発芽から開花までに数十年かかる場合もある。日本の青森県から鹿児島県までの広い範囲の霊温帯と、韓国最南部のチェジュ島に分布する。日本では広範囲に自生するが、石川県と千葉県のように自生集団が確認されていない地域もある。 山の急斜面にも生息が可能であり、明るい場所に先駆的に進出し、他の樹木の飛圧により、短期間で消えることを繰り返す、他の野生種の桜とは異なる生き方をしていると考えられている。江戸悲岸に類する品種の桜の総称。額の下部に球状の膨らみがあるのが特徴。しだれ桜のように枝を垂らす品種も多く作られている。この群に属しているソメイヨシノは、 極めて有名で、花が見事であるため、染井吉野から作られた桜も多い。山桜、大山桜、霞桜、大島桜、江戸悲願、長寿桜、豆桜、高根桜、三山桜、熊野桜の10種。ギギのある寒飛桜も含めると11種。ありがとうございます。